はい、東北昭和のあの頃話で鹿児島ドライブ、今日もよろしくお願いしますね。ここはどこっけ、吹上ですね。吹上、ここまっすぐ行くと吹上、ここやらせんけ。まあそういうことでよろしくお願いしますね。あ、これね、鹿児島県下のね、足腰がね、ところどころ出てきますからね、よろしくお願いします。今日はですね、あれですよ、ロックのロックちゅうても、私がロックちゅうても全然このあれが、何ですかね、説得力がないんですけどもね、ロックンロールの好きな方いらっしゃいますでしょう。いや、私の場合はね、そのロックの専門家とかじゃなくてですね、いわゆるロックンロールっていうのが世の中に出てくる前から知ってるというか、まあ、たまたまそのね時代をね生きたんですよ。あ、ここは薩摩湖でも、あのあれですよ、ちょろっともうあとはあれ場面切り替わりますからね。あ、ここはね関町屋、右はね今ねマンションになってるところ。はい、ちょっとその話を、あのロックの話にしますね。いやね、ありがたい、何がありがたいかっていうとですね、コメントいただくんですよ、まあ皆さんからですね。で、そういった中でもう、これまではコメントをいただいたらそれをコメントで返す、まあ大体、いやもう今今度もうすぐ3年になるのか、3年目を迎えるんですね。ほいで、そういうあれだったんですけど、コメントがですね、前いただいたコメントがね、それこそ2年ぐらい経ってからですね、なんか蘇って、それが次の企画を呼び出したりですね、するんですと、もうこれはもう最新、もう数時間前、数時間前ですね。でしかも私がさっき言ったでしょう、ロックには全くあれなんですよ。歌もロックに歌えない。で、そのロックが入り出したエルビス・プレスリーとかね、チャック・ベリーとかね、要するにビートルズ、ローリング・ストーンズなんかも含めてですけどもね、そういう時代をね、ロックの時代っていうことも考えないんですよ、当時ですからね。ほんで、そういう思い出話をするわけですよ。ダンス天国にしても、今日ダンス天国ですよ。知ってらっしゃいますか、ダンス天国。ララ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 ラッってやつ。私なんかの頃はあれですよ、ウォーカーブラザーズ。でそれを、あ、ここはほらまだダイレクスができる頃だ。いいですね、このね動画はね。いや、自画自賛、いや ただ走り回ったわけなんです、だけなんですけどね。すいません、話が脱線しますけど、要するにそれを動画内で口ずさんでたの。ここ今のあれみたいんですよ、音痴、音痴なんだけども、リスナーの方にですね、絶対音感を持ってですね、そのいわゆるロックの、世界に関わった、方、鹿児島のね、ご本人は謙遜されますけどね、もう伝説的な方だと思いますよ。でその方からですね、私の 歌がどうこうっていう、そのいや私は人からうまいとか下手とか言われるレベル以下のあれなんですよ。もうお任せさんの世界ってやつですから。ほんでただほら、自分が口の、口頭で、これはウォーカーブラザーズの、ダンス天国ですってこう言われ
まあ、いや言わないんですよ。ドライブの中で何かの話で、あ、だったこれもダジャレから、和田小学校っていうのがあるんですよ、谷山にですね、和田町に。でそこの横を通るときにダジャレで、わー、わだわだ、わだわだ、わだわだわわ、わだわわわーみたいに、ラーラーラー、あ、ラとラとわだは全然関係ないんですよ、流れ流れで、それを歌ってでリスナーの方にその、絶対音感、まあまあそういう方いらっしゃるんですよ、まあ皆さんご存知でしょうけどね、だからその人がこのラー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 っていうのを聞いたらひっくり返るだろうなっていう、すいません、なんかブーってこの風切り音がしたかもしれんけど、あ、ちょっとね、あの IC レコーダーの場所を変えました。だから今の中がフッて入るかもしれないけど、ごめんなさいね。そしたらそのまあ他の何て、大あの元の鴨池動物園とにやった大英ですね、そして今イオン鹿児島鴨池店が閉店になりました、なりますねっていう後に、そのまあダンス天国といえばウォーカーブラザーですけども、他に、あ、ちょっと待ってね、さっきねここに忘れに言われてね、普通は検索から始めるけども、それが面倒だったからもうここにあれしたんですよ。そしたらですね、ウィルソン・ピケットっていう方も歌ってるっていうか、私はそこのウィルソン・ピケットに、興味があったんじゃなくて、私はその私なんかが中高、高校生ですね頃に、大ヒットしたそのさっき言ったララ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 ラっていうこのウォーカーズブラザーズの、最初のところはそのラから始まるんですよ、ラララララって。ほんでこれはレコードジャケットを見たかもしれない、もしかすると友達から借りてね。ほんでいや私は英語はダメだけどローマ字のほらLA ぐらいわかるわけですよ。っていうかもうレコードから聞こえるわけですから、ラと思ってたの、ラね。そしたらそのあ吉田さんですよ、その今頃吉田さんの名前出してあれだけど、いやもう頻繁に出すぎるからですね、私が出しすぎるからちょっと本人に迷惑かなと思って、あのあれ知らなかったけど、吉田さんは歌ってらっしゃったんですよ。だからもしかするとそのダンス天国もウォーカーブラザーズ版とウィルソン・プケット版を歌い分けてらっしゃったのかもしれませんね。そしたらその中コメントの中にですね、ウィルソン・プケットはナーナナーナナ何ぬねののなですよ、ナッパのナ、ナスビのナ、なせばなるなせばなる何事ものなですよ、なだったって言うんですよ。それで、あ、そうけと思って、それじゃあ、ウィルソン・ピケットという人のあれを聞いてみようと思って、YouTube、あ、私はもう最近調べるんですよ、すぐ。で、YouTube のですね、動画ですよ。あれしたら、あったんですよ。レコードジャケットが映ったやつがですね。ほんで、それを聞いて、あ、皆さんも見てみてください。ダンス天国。ウィルソン・ピケット、あ、ひらがな、カタカナでいいですよ、そしたらですね聞けたんです。ただね、私たちがその高校生の頃聞いたそのラーラララララってこのウォーカーブラザーズに比べてですね、えらいあれが古かったんで、古く聞こえたの。要するにチャックベリーとかですよ、あの辺りの、プレスリーとかあの辺りのアレンジに聞こえたもんですからね。ああ、それでほでほであの、レコードジャケット、あ、ウォーカーブラザーズの方もねレコードジャケットだったんですけどね。ほんで
てっきりその、誰だっけちょっと、ね、名前すごい、ウィルソン・ピケットが、これが作詞作曲はウィルソン・ピケットだろうと思ってしたら、オリジナルじゃないんですよ。ほんで同じ頃、なんけウォーカーブラザーズとですね、そしてあれと思って、ダンス天国作詞作曲ってしたらですね、全然そんなの出てきて、ちょっと待ってね、こっから面白かった。あのですね、私がこれはあれで、ブログの人が我が青春のポップスってやってですね、リューマのブログ、坂本リューマのブログですね、リューマのブログってやった中で、オリジナル版は63年の曲、ダンス天国ウォーカーブラザーズのがあったんですよ。まあ、で私はこのブログに行き着いて、トゥ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 ってこうしていくと、まず最初にウォーカーブラザーズがあって、これはですね、ブログをずっとこうスクロールしてますけど、ちょっと読みますからね。この曲を聴いてすぐに思い浮かべるものは僕もそうだが、多分ウォーカーブラザーズじゃないだろうか。トゥットクトゥットゥットゥって下にあるとですね、ところがオリジナルはもっと古くて、63年に黒人歌手クリス・ケナーが自作自演でヒットさせたもののリバイバルであるって。ですよ。いや、なんでかというと、吉田さんに返したあれにはコメントには書かなかったけど、1963年といえばですね、私にとってはビートルズでなんですよ。プリーズプリーズミー知ってますか？タラララララララ、タラララララララ。トン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 トコトコトンってやつですわかります？これはね、当時をね、リアルタイムで生きた人でないとわからないかもしれない。すごく新しかったんですよ、そのビートルズの、63年度のその前のラブミミルってありますけど、それはそうでもないけど、とにかくそのプリーズプリーズミーのね、アレンジね、声、まあ、とにかく要するにビートルズですよ。そのね、タラララララ、すいません外れてしまって、それと、さっきのダンス天国ですよ。そしたらビートルズの方が新しいんですよね。まあ、ビートルズの方が古いって言いますかね。ほんで、さっき言ったでしょ、その、ちょっと待ってね、ウィルソン・ピケットですよ。のなんでこんなにこもったような音楽、しかもその、ロックンロール初期のような録音なんだろうかと思いながら、まあとにかくその原曲、63年ですから、ビートルズのプリーズプリーズムービーも残ってますからね。この63年というのは1863年、さっき言ったあれですよ。すいませんね、話があっちこっち行ったりしますけど、そのクリス・ケナーさんはそうかなと思ったけど、その時代なんです、だったんですよね。ほいで皆さんあれですよ、その YouTube で聞けますから聞いてみてください。クリス・ケナーですねの、オリジナル曲をですね、そしたらね、どう言えばいいのけ、プリーズプリーズミービートルズいかに新鮮だったかということが分かるのと一緒に、そのクリス・ケナーさんの曲を聴いても、私は音楽に対するセンスがありませんので、それを聞いてもですね、ウォーカーズというかウォーカーブラザーズの
編曲は思いつかないんですよ。いや、そのウォーカー、今調べてないけど、ウォーカーブラザーズと、あ、ちょっと調べてみましょうか。ウィルソン・ピケット、ちょっと待ってね。いやいや、こんなにして調べるんですよ。リアルタイムで調べていますからね。意見すれば方、ここはね、あ、年代が書いてない、年代が書いてないな。あー、書いてあった。いや、ここはあれは、なん、あれがない。まあ皆さんで調べてください。いや、こうね、人からね、聞いたあれとね、自分でね調べるのは違いますよ。多分そのウォーカーブラザーズとウィルソンチケットじゃなかった、ウィルソンピケット、同じ頃に出したんじゃないかなと。なんだけども、アレンジの仕方で、私が聞いてですよ、そのダンス天国に関してはウォーカーブラザーズはすごく新鮮な、ウォーカーブラザーズが新鮮なのか、その編曲したのか知らないけど、でもう一つは今思ったんだけど、ウィルソン・ピケットっていう方はそのオリジナル作曲家のクリス・ケナーさんに敬意を表してそのような歌い方をされたんじゃないかなと思うんですよ。です。いや、私は音楽談義をしてるんじゃないですよ。自分がさっき吉人さんからいただいた、ダンス天国に対してウィルソン・ピケットはラーラララララじゃなくてナーナナ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 って歌ってた。あ、ちなみにですね、これも吉田さんなりには返さなかったけど、私はウィルソン・ピケットのあれを聞いてもね、ラに聞こえましたよ。まあ耳なんでしょうね。それでですね、まあそこまでは、あ、その両方あります。その吉田さんのそのなあなあなあとラララの違いからですね、あれ、ほう、あ、そうっていうやつでこう検索したので、あれしたのはね、思うわけですよ。そのウィルソン・ピケットの、レコードを、レコードじゃなくてレコードスタジオか、あそこにいて、自分がそこで聞いたらまた違うだろうなって感じ、わかります。いや、音楽を聴くときに一番やっぱりいいのはライブです。もうライブにはかなわない。もうレコードはですね、きちっとしてあるから面白くないです。どう言えばいいのけ、 NHK のアナウンサーが一つの原稿を100回ぐらい読んで、なんかこう大谷選手がホームランを打った時ののを伝えるようなものでですね、臨場感がせないんですけど、ライブに行くと、そうですね、もう全然違います。もう観客がいるの、まあ空気感が違う。それとライブ上で聞くと音圧というのがありますよ。音がバーッとこう体にくるやつですね。あれとそれこそステレオですよ。5.1 チャンネル。あ、ちょっとこの動画をちょっと見てみますからね。あ、もう19分ぐらいだよ。あら、もう終わっちゅらよ、こら。こんなに健康化せないか。いやいや、もう私の用意した動画は終わってた。そういうならですね、この動画はね、またね、2つ、3つに分けますからね、この話はね、男性子はね。いや、それぐらい濃ゆかったんですよ。ということでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。